あとはもうこの通りに見ていただくと、動機が取れてないんで、非常にベンチマーク的にはもう数字的で、あとで、最終的なスコアが出ますので、比較の方ができると思います。でこの時にですね、下のこのワット数、今こちら180ワット、こちら今150から60ぐらいになってますから、だいたい10ワットか20ワットぐらいの、MVP の方が、消費電力が少ないという形になってますので、